こんばんは、松尾清です。月曜日最後の1時間は松尾清のメロウな夜。この番組はメロウをキーワードにした大人のためのミュージックプログラム。僕の大好きな R&B を中心に、豊かで芳醇で色っぽい、そんな大人のための音楽を1時間たっぷりとご紹介します。寝酒のお供にメロウな夜、どうかメロウな音楽の魔法に酔いしれてください。今夜最初にお届けするのは、僕松尾清のプロデュース作品からです。平井堅さんでラマン・ダ・ラータ・リミックス。お届けしたのは平井堅さんでラマン・ダ・ラータ・リミックスでした。これは2001年11月にリリースされました、平井さんにとって初めてのリミックスアルバム KH リミックスとアップ1に収録されていました。もともとはゲーニング・スルー・ルージングというアルバムに収録されていたこのラマンという曲なんですが、ロンドンのクラブ DJ パトリック・フォージ率いるダ・ラータがリミックスを手掛けてくれました。改めましてこんばんは、松尾清です。メロの夜、11月3回目の放送となります。これぐらいの時期になりますと、そろそろ年末のことが、気にかかりますね。もしかしたら来年のことを
お話ししているという、そんな場面も少なくないんじゃないでしょうかね。ですが、この番組、変わりゆく変わらないものを追求する、笑うことじゃないですね、松尾清志のメロの夜では、今週も現状維持ということで、はい、レギュラープログラム、メロの風任せ、秋風任せですね、お届けしたいと思います。今週の風任せはメロに加えて、ややブルージーな香りのこちらからスタートしましょう。僕がこの番組でたびたびご紹介してますね、オーガスト・アルシーナ。この数年でシーンに出てきた R&B シンガー、若手男性シンガーの中では大変な有望株かと思いますが、そんな彼の新曲がドロップされました。先月の末に配信が始まったこの曲、ソングクライをお聴きいただきたいと思います。この曲の中で、かの名門グループ、老舗、グループの、ヒット曲の一節が、織り込まれております。何でしょうか？曲の後に、ご紹介したいと思います。まずはこちらを、オーガスト・アルシーナで、ソングクライ。Sometimes I get emotional when I can't seem to find the way I'm supposed to go. And I always look on people that I'm supposed to know. They be the main ones, smile up in your face, but behind your back they hate. So I hope you know, you ain't the only reason I'm emotional. My tears fall like water so that I can grow. Let go as before, I'm trying to make a change. I need something more that I can't hold. Let me cry. They say a man ain't supposed to cry. Supposed to do, hold it all together when I think of you. When in my heart I'm thinking you were going too soon. May you rest in peace, yet I can't sleep. It's my point of view, got me in a state of mind, I'm so confused. Crying raindrops so that I can bloom. So what am I to do? I can't hold. お届けしたのはオーガスト・アルシーナの新曲ソングクライでした。またまた出てまいりましたよ、虚勢を張る男の歌でございます。僕の大好物ですね。このソングクライという曲のタイトルだけで反応した方は、少なくとも90年代のヒップホップシーンに精通している方でしょうね。Jay-Z の代表曲の一つ、ソングクライ、これはもうタイトルをサンプリングしております、引用しております。Jay-Z の曲っていうのは、俺は人前で泣くわけにはいかないから曲に泣かせてるんだっていうね、曲に自分の悲しい気持ちを代弁してもらってるんだという、そういう趣旨の歌だったんですけど、このオーガスト・アルシーナも大方においてそういうことを歌っております。ですがここで、オーガスト・アルシーナはシンガーですからね、ちょっと技ありっていう R&B 的な仕掛けを施しております。それ何かと言いますと、アイズ・イ・ブラザーズの90年代の代表曲の一つで Tears という曲がございます。かのケニー・ベイビーフェイス・エドモンズが書いた曲の一つですけれども、
その中のもう、まあそうですね、90年代 R&B が好きな人の中では名フレーズとされております。 I can hold back these tears, let me cry、 このこぼれ落ちる涙を止めることできない、泣かせてくれよと。で、アイズレ・ブラザーズはね、今バック流れてますけども、その箇所はロナルド・アイズレーと、作者であるベイビーフェイスの掛け合いのような形で、ベイビーフェイスが、Old man's not supposed to cry ってこうなんですか、その男の人は泣いていけないものだけどね、それ分かってるんだけどね、泣いちゃうんだよっていう、こういうなんていうのかな、虚勢がほどける瞬間と、もうより内面を吐露するっていうのを、まあ、この R&B というか、まあ、このアメリカのゴスペル由来のブラックミュージックの伝統でありますコール&レスポンスの形式を使って、自分の内面をより掘り下げるというか、その自問自答の様を表していたんですけども、その箇所ですね、それをオーガスト・アルシーナはうまく引用してますね。かなり歌い崩してるんで、パッと聞き流す方もいらっしゃるかもしれませんけどね、まあ、元の曲を深く聴いていた人であれば、まあ、少なくともオーガスト・アルシーナが属しているアメリカの黒人コミュニティの中では、若いのになかなかやるなって言われるような、本当変わりゆく変わらないソウルミュージックの精神を受け継ぐ、そんな頼もしい男だと思いますね。オーガスト・アルシーナ、ソングクライでした。こういうオールドミーツニューの化学反応というのは、一つのジャンルを長らく聴き続ける、まあ、言うなれば定点観測を続けてきた、ファンにとってはたまらない発見の一つではないかと思います。一つの趣味を全うするということの喜びは、ここにあったりするわけなんですけれども、今バックに流れております。これはもう問答無用、説明不要の名曲ですね。ボビー・コールドウェルの What You Won't Do For Love。R&B というよりも AOR の古典として語られることも多いこの曲を大物にしたボビー・コールドウェル。このボビー・コールドウェルという人はね、まあ、この曲が世に出た時に、もう今からね、40年近く前の話になるかと思いますけども、その時に、スティービー・ワンダーのようなアフリカン・アメリカンじゃないかという誤解を受けるような、そんな音楽性とそんな声質の主でございました。でもう今ではね、彼のなんていうのかな、ダンディなスーツ姿っていう、まあ、その AOR 然とした印象が強いですけれども、やっぱ初期の作品というのは今でもアメリカのブラックミュージックシーンでよくサンプリングされております。リビングレジェンドとも言えるボビー・コールドウェルを最近になって担ぎ出しましたのが、まあ、黒人音楽を溺愛する白人クリエイターのジャック・スプラッシュですね。まあ、トラックメーカーとして大変優れた人でありまして、まあ、アリシャ・キーズのティーネージ・ラブ・アフェアとか、ね、いろんな名曲ございますが、そのボビー・コールドウェルとジャック・スプラッシュが世代を超えたコラボレーションユニットを作りました。クール・アンクルです。まあ、クール・アンクル、これは、まあ、この番組でもご紹介しました、メイヤー・ホーソーンとジェイク・ワンのタキシードとちょっと比較される宿命を背負ってますが、まあ、何しろボビー・コールドウェルのその年の子を感じさせながら、まあ、フレッシュでもあるというこのボーカルが肝ですね。アルバムもう本当捨て曲なしといったびっくりするような改作を出してくれたんですけども、今日はその中から1曲ご紹介したいと思います。これまた懐かしいや、モーリス・ワイトとスティービー・ワンダーの寵愛を受けたデニース・ウィリアムス。まあ、以前ねこの番組の中でも彼女のフリという曲を深く掘り下げましたけれども、デニース・ウィリアムズをフィーチャーしたこちら聴いてください。クール・アンクルで Breaking Up。I believed when you said what you said. I believed that I trusted you.
About my dream, it was rare for us to be divided. Nowadays it seems all day we fighting over a lot of things. We had an argument, I had to pull away, 'cause in that second that you met just to win and say you're right, you'll mention something you ain't even wanna say. Trippin', no, it ain't all your fault, I take a pile of blame. I regret when I was lying, I was never raised. Run around town, people talk about we was popular and it spread like a word of mouth. I ain't saying it is easy, and I struggle but decide that we leaving. Something in the past that we needed to let it go while we're still speaking. And I'ma miss your smile and always have a spot, but we just can't go on. We gotta break and hope we both find love on our faith. Yeah, it's hard like a concrete wall and well made. And just to think I thought that we'd be forever, never seen in my mind that a day would be without you. Any last words out you? お届けしたのはクールアンクルフィーチャリングデニース・ウィリアムズ&エリック・ビディンズでブレイキングアップでした。先ほどもお話しましたように、これは R&B そして AOR のレジェンド的な存在、ボビー・コールドウェルとジャック・スプラッシュのユニットです。デニス・ウィリアムズの声もなかなかですよね。エリック・ビディンズという30歳ぐらいになるかなのラッパーもフィーチャーしておりまして、本当にいろんな世代が入り混じるんですけれども、統一感が失われないっていうのは、これやっぱりジャック・スプラッシュのクールな眼差しとグランドデザインの成功でしょう。本当に僕も音楽制作者としては、うわー、こういう世代を超えたコラボレーションやりたいなっていう、そんな気持ちさせてくれる一曲でした。さて続いてはリクエストをご紹介したいと思います。こちらは海外からのリクエストなんですね。アメリカはワシントン DC にお住まいの星野元子さん。松尾さん、こんにちは。残念ながら海外からは番組をリアルタイムで聞くことはできませんが、プレイリストで疑似体験をしたり、日本にいる友人から登録を聞かせてもらったりして、この番組を楽しんでおります。こちらのラジオでもちょくちょくかかっているビードのクラシックをリクエストいたします。ビード君は若い男の子なのに、この曲は中年女性の心を捉える歌詞とメロディーで最近の気に入りです。特に We Can Play a Little Looser Some Karma Sutra Here Now の一節で松尾さんを思い出し、ワシントン DC からリクエストさせていただきました。これからもお仕事頑張ってください。フッドの片隅から応援しております。ありがとうございます。星野元子さんはブラックミュージックファンだったらご存知の方も多いでしょうね。この世界の、翻訳者として第一人者でいらっしゃいます。そして独自の視点でお書きになるコラムっていうのも大変なね、強い人気があるんですけども、最近でしたら、なんといってもディアンジェロのねブラックメサイアの大役を手掛けていらっしゃいましたね。あれってこの星野さんだったのかという、今気づきになった方もいらっしゃるかもしれませんけれども、その星野さんの、おすすめの一曲というのをご紹介したいと思います。ビードという人は僕はなんか今ばっかり流れてる Give it to you っていうのは、これ1年ぐらい前ですかね、ネット上で見つけて、クリス・ブラウンなんかの流れにある聞きやすいポップな R&B を歌う、ヤングソウルって感じで聞いてたんですね。アメリカのオーディション番組でね、いいとこまで行ったというような、ぼんやりとした情報があったんですけども、このクラシックという曲は僕はまだチェックしておりませんでした。確かに聞いてみますとね、このルーサーに限らず、いろんなね、ソウルミュージックの先人の名前が散りばめられておりまして、その散りばめただけ散りばめたその固有名詞が歌詞としてちゃんとね、伏線がきちんと回収されてるんですね、最後ね。もう、技ありっていう感じの曲ですね。じゃあ、こちらを聴いてみましょう。星野元子さんからのリクエスト。ビードで、クラシック。
an old school Chevy. They don't make them like you no more, no more. Like a handwritten letter, you know you're worth much more. Girl, I adore. So original, girl, it ain't nothing that I wouldn't do. You know I'm feeling you, maybe you deserve a pass though. Girl, I'm out my mind over you. All I see is you, yeah. Like diamonds and pearls. You can't put a price on love, yeah. You deserve a kiss like Prince. You're breaking my heart like mine. You're in mint condition, ambitious. Your body's a masterpiece. We can play a little Marvin Gaye, some Chardonnay. Oh girl, I wanna rock with you. We can play a little Luther, some Kama Sutra. Here and seems like you're ready tonight. I'm going down like Mary. Tonight's gonna be a classic. We can make the best of tonight. I can make you feel like it's 1996. Girl, I'ma give you something to remember, like Jordan in game 6. You're the MVP, only one I see. Distinguished qualities, you deserve a ring. Them other chicks try to copy, but can't nobody top it. Them other girls are invisible. Compared to you, oh. Like diamonds and pearls. You can't put a price on love, yeah. Give me a kiss like Prince. Give me a kiss. Quit breaking my heart breaking like man. You're in mint condition, ambitious. Your body's a masterpiece. We can play a little Marvin Gaye, sip Chardonnay. Oh, girl, I wanna rock with you. We can play a little Luther, some Kama Sutra. Here and now, turn off the lights. Play a little Teddy, put on some Kelly. Seems like you're ready. Tonight's gonna be a classic. Let the music play, let the rhythm take you away. Ah, nah, nah. Create a couple memories and reminisce about the love we made. Baby, we can make a hit today. We can do it any kind of way. Let's treat tonight like a classic and make this love everlasting. We can play a little Marvin Gaye, sip Chardonnay. Oh, girl, I wanna rock with you. We can play a little love, some Kama Sutra. Some girls wait up Christmas morning to all the gifts they said they wanted. So what? 'Cause they ain't got you, baby. But every day is Christmas morning, 'cause I'm the one that you'll be calling. What's up? 'Cause yeah, I got you, baby. 'Cause to me every December is getting harder to remember. When all year I've got you. ワシントン DC にお住まいの海外リスナー、押野元子さんからのリクエストで、ビードのクラシックという曲をご紹介いたしました。本当これこういう、なんていうの、固有名詞のね、地名とか曲名を列挙して、上げるだけ上げて、
とっちらからずにちゃんとね収集がついてるっていうよくできた曲だなと思いますし、このビードという人がまた分かった歌い方しますね。まあ、動画サイトでこのビデオを見たんですけどもね、乗ってる車がクラシックカーっていう、そこまで、ね、クラシックカーってまあヴィンテージカーですけども、そこまでこう、なんかもう日本人が作ったんじゃないかっていうぐらい辻褄合わせがきちっとできた曲でしたね。はい。ビードに続きましては、ザ・ブラックストーンズで Every Day is Christmas。これはもう、声が変わっていくのは楽しいですね。前からこの番組でもお話ししていたかと思いますけども、このザ・ブラックストーンズ、ブラックストーン姉妹ですね、僕のひいきにしている姉妹ですが、まあ、トニー・ブラックストーン、テーマ・ブラックストーン、クレイジ・ブラックストーン、まあ、それぞれの活動もあるんですけれども、姉妹5人で、あと、男兄弟もね、参加してますね、マイケルもね、ほんとブラックストーン・ファミリー・クリスマスというアルバムタイトルに、まあ、看板に偽りなしという、そんな聴いてて楽しい作品を届けてくれました。今日はその中から、これは数少ないオリジナル曲ですね、 Everyday is Christmas。 まあ、こういうクリスマスアルバムの中にオリジナル曲が入ってるっていうのは僕は好みなんですよね。日本映画で最近やっぱ原作ありきの映画が多いのですが、脚本からオリジナルでね、こう書き下ろされた西川美也さんの作品なんていうのは本当僕の好みなんですけども、そういうのに近い安易に成功のための担保っていうのをね用意してないっていう、その潔さっていうのかな、なんか現代に生きる人って感じがしていいですね。ブラックストーンズ Everyday's Christmas、 アルバムファミリークリスマスの中からの一曲でした。続いてはこちらのコーナーです。今でも聴きたいナンバーワン。2010年3月31日に始まった松尾清のメロな夜。この番組はメロをキーワードにして、僕の大好きな R&B を中心に大人のための音楽をお届けしています。ですがリスナーの皆さんの中には、そもそも R&B って何だろうという方も少なくないようです。そこでこのコーナーではアメリカの R&B チャートのナンバーワンヒットを年度別にピックアップ、歴史的名曲の数々を聞きながら僕が分かりやすくご説明します。第25回目となる今回は1993年の R&B ナンバーワンヒットをご紹介しましょう。93年に R&B チャートでナンバーワンになった曲っていうのは合計14曲ございます。まずは2曲お聴きをいただきたいと思います。93年と言いますと、アメリカの R&B シーンではニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴ、そういった昔から音楽産業の中心と言われていたような都市がいくつかありますけれども、そこにアトランタという名前が、どん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 その存在感を増した、そんな時期ですね。もちろん南部の南部きっての大都市という、アトランタなんですが、まあ、この辺りから大爆発が始まっていくわけですね。まあ、96年のオリンピックの辺りで、まあ、それは頂点を迎えるわけなんですけれども、まずは2曲アトランタを本拠地とするボーカルグループをご紹介したいと思います。最初にご紹介しますのは女性4人組エクスケープです。この年10月から11月にかけて、まあ、ちょうど今ぐらいの時期ですね、そんな秋のロングヒット4週連続のナンバーワンを記録いたしました。 Just Kickin' It、 彼女たちの最初のビッグヒットですね。もちろんデビューアルバムのハミンカミンアッチャに収録されております。そしてやはりデビューアルバムからの大ヒットとなりました、こちら男性5人組シルク。シルクというねボーカルグループは70年代にも別のグループいたんですけれども、90年代以降はこちらを、まあ、示すことが多いですね。キースセットの肝入りで彼のレーベルから、そして彼がアトランタに所有していたスタジオでレコーディングされた、そんな一曲です。ルーズコントロールというデビューアルバムの中から今日はフリークミーという曲、これは3月から5月にかけて8週連続破格のナンバーワンヒットとなりました。それではエクスケープ Just Kickin' It、 シルクでフリーク、2曲続けてフリークミー、baby just like that。Let me lay, baby, body, baby.
今でも聞きたいナンバーワン、今週は1993年の R&B ナンバーワンヒットをご紹介しています。 Escape Just Kickin' It、 そして Silk の Freak Me、 いずれもアメリカの南部の大都市アトランタから発信された音楽です。特に Silk の Freak Me という曲は8週連続のナンバーワンとなりまして、この年最大の R&B ヒットとなりました。1993年にナンバーワンを記録した R&B ヒットは合計14曲ございます。その前の年からの持ち越しヒットで、まずホイットニー・ヒューストンの I Will Always Love You、このナンバーワンヒットが1993年のスタートを飾りました。そしてノーティーバイネイチャーというねラップグループ、まあ彼らはクイーン・ラティファーなんかと一緒にね、ニュージャージーをレペゼンしていたんですけど、東海岸のラップグループノーティバイネイチャーのヒップホップフレイ、こちらが2月に1位を記録いたします。そして、まあ、東に対抗するかのように西から Nothing But a G Song という曲をナンバーに送り込みましたのは、元 NWA のトラックメーカーでありラッパーでありますドクター・ドレー、まあ、ドクター・ドレーのソロ名義での、大ヒットですね、 Nothing But a G Song。 そこにフィーチャーされていたスヌープ・ドギー・ドッグというラッパーも、まあ、この曲でもう決定的な名声を手につかみます。そして、まあ、スヌープソロデビューへとつながっていくわけなんですけどもね、今この辺りの話題っていうのがまたちょっと旬になってますね。ドクター・ドレーが在籍していた NWA の電気映画が、アメリカで大ヒット、ストレート・アウタ・コンプトンっていう映画、来月から日本でもね公開始まりますけれども、なんでもアメリカにおいてですよ、アフリカ系の映画監督が作った作品としては史上最高額の興行収益を上げているそうですね。楽しみです。そして、シルクのフリークミー、これが3月から8週連続のナンバーワンヒット。ジャネット・ジャクソン That's the way love goes、ヒューストンからのボーカルグループ H タウンで Knockin' the Boots、 そして SWV Week、タグチームというね南部の当時のマイアミですとかアトランタとかで流行りましたベースサウンドという流行りのね南部の音に乗って Whoop There It Is という、これも類似曲もたくさんありましたけども、それが7月に1位を飾っております。そしてジョデシーがレイトリーという、まあ、スティービー・ワンダーのねクラシックをカバーして、で、まあ、これと競うようにして、先ほど話しましたドクター・ドレイと同じ元 NWA のアイスキューブがCheck Yourself という曲を8月にポーンと1位に放り込みます。ダス FX というラップデュオもフィーチャーしておりました。もうこの頃の、ヒップホップの作品っていうのは時代を作ってるって感じしましたね。ダス FX とかアイスキューブとかこのあたりの当時の国内版の解説って僕が書いてるんですけども、この間読み直してみますと、なんかもう僕も後にこういう作品がクラシックとして残るってことを分かってないんですけれども、うん、やっぱり新しい息吹っていうのを浴びてるだけで楽しいっていう感じが自分の文章を読んでてね行間から感じました。そして、SWV この年2曲目のナンバーヒット Right Here Human Nature、 これ Right Here という曲がもともとアルバムに入っていたんですが、マイケル・ジャクソンの Human Nature をサンプリングしたことによってより広がりを見せたという、まあ、リミックス文化の中でも本当に屈指の成功例と言われていますね。そして Escape Just Kickin' It、 先ほどご紹介いたしました、もう秋らしいバラードでした。
そしてね、続いて DRS のギャングスタリーンっていう曲がね、これが、福平の大健闘っていうか、まあ、6週にわたって大ヒットしたんですけど、これね、今バックで流れておりますね。サウンドだけ聴いてると本当にメローな男性ボーカルグループ。もうベッドサイドミュージックかと、まあ、聞き間違えるぐらいの、まあ、我々非英語圏に住んでますから、まあ、ちょっと特権としてそういう楽しみ方もできるという方多いんじゃないかと思いますが、これ歌ってる内容がね、サグっていうことも多い。今、要は、ヒップホップの描く対象によくなる、その、なんて言うんでしょうね、この、殺伐とした日常を描いたりしてるわけですね。まあ、何しろ曲のタイトルがギャングスターですからね、ギャングスタリーン。要は、NWA のような、まあ、彼らの場合は、ロサンゼルスの、その、コンプトンという言われてる地区から出てきて、まあ、その、いわゆるゲットでの生態を、ある種こうノンフィクションタッチで描く、まあ、その写実的な表現であるヒップホップに対して絵画的に、それを表したのがこういう DRS のような R&B 勢によるギャングスターデイズの描写ですね。ギャングスターリーンという曲も本当にこの時代を象徴する曲だと思いますね。そして年末になって、1位の台につきましたのが安定のベイビーフェイス作品、テイビン・キャンベルの Can We Talk でございました。まあこうやって話してみますと、曲の数はわずか14曲なんですけど、それぞれに語るべきトピックっていうのがちゃんとあるなと思いますね。93年というのはどんな時代かと言いますと、日本で分かりやすいところですと J リーグが始まった年ですよね。そして皇太子と雅子様がご成婚っていうのはこの年ですね。本当にこの93年の前半というのは特になんかおめでたいムードが日本を進んでいたような、そんな気がいたします。もう経済は破綻しつつあったと。ですがだからこそなのか、こういうめでたいこととかね、まあ刑事とかそういうのが印象深いのかもしれません。アメリカでは1月に大統領に就任したのがクリントンです。民主党政権ということで、まあこの R&B がこれだけ盛り上がってきたということと無関係ではありませんね。まあ、そのことについてお話しするのはこの趣旨ではないんですけれども、やはりやっぱ民主党が政権を取った時っていうのは R&B は活性化されるんだなっていうのは歴史が証明してますね。特にクリントンっていうのはまあ、アンジー・ストーンがマイ・ピープルっていうアフリカン・アメリカンの偉人を名前をどん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 出していく曲の中でクリントンの名前を入れてるぐらいで、クリントンへのリスペクトを込めて初めての黒人大統領という言い方が成立するぐらいの人ですからね。まあ、もちろんその後にバラク・オバマって人の登場を待つことになるんですけれども、まあそうですね、ビル・クリントンが大統領に就任した、まあその時の就任パーティーの時取り仕切ったのがクインシー・ジョーンズっていう、この事実だけで、今お話ししたことはもう語れるのかもしれませんけれども、まあそんな1993年、もう一度言いますけども、クリントンが大統領に就任した時点でナンバーワンだったのがこれから聴いていただく曲です。ご紹介しましょう。ホイットニー・ヒューストンで I will always love you。 If I should stay I would only be in your waySo I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And with me, so goodbye.
don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. I will always love all you dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all this I wish you love. And1993年の R&B ナンバーワンヒットをご紹介してまいりました。今でも聞きたいナンバーワン、最後にご紹介しましたのはホイットニー・ヒューストンの I Will Always Love You、1992年の12月から、93年の2月にかけて10週連続のナンバーワンでございました。収録されているアルバムはもちろん映画のサウンドトラックボディーガードなんですね。ケビン・コスナーって人気ありましたね、なんてこの曲聴きながら今スタッフと話しておりました。ねえ。まあけど、93年っていうのは、ね、当然日本でもボディーガードも大変なロングランになりまして、大ヒットしていたんですけれども、映画史的に見ますと、フェリーニが亡くなった年なんですね。ボディーガードとフェリーニ。ね、遠いなっていうそういう話でした。この番組、松尾清のメローな夜は、皆様からのご要望、ご感想もお待ちしています。パソコンから NHK のホームページへアクセスしてください。ホームページのアドレスは nhk.or.jp/melo/です。さて、楽しい時間ほど早く過ぎてしまうの。今週もそろそろお別れの時が迫ってきました。ということで、今週のザ・ナイトキャップ、寝酒ソングなんですが、ここで一つちょっとメールをご紹介したいと思います。一口かぼちゃさん、アラントゥーさんが亡くなりましたね。サザンソウル方面はあまり聞いてこなかった僕ですが、アラントゥーさんとリックホールは唯一サザンソウルで知ってる名前で、訃報聞いた時はショックでした。リックは言うまでもなくマッスルショールズの映画で知りました。アラントゥーさんの話、できればケイシーさんの思い出とともに聞きたいですということなんですけども、僕はね、アラントゥーさん、まだ学生の時に確か初めての来日だったんじゃないでしょうかね。コンサートに行きましたね。あれは何年ですかね、88、9年ぐらいだったと思いますけれども、アラントゥーさんというのはもうその頃から南部の偉人というふうに言われてまして、ラベルのレディー・マーマレードですとかね、ポインターシスターズの Yes We Can Can とか、まあ、そういった曲の作者、作り手としての、
側面を僕は強く意識していたんですけども、やっぱりライブを見ますとね、本当エンターテインメントとしてのその度合いが高くて、ああなんかこう作り手の人でもそのしかめっ面じゃなくてね、ステージの上に立つ時ってのはこれだけ人をエンターテインするってことに気持ちを注ぐんだなっていう、今となってみると一つのこう学びを得た、そんな場面でしたね。その後も何回かラントゥーさん のライブ見に行きましたけどもね、温かみがいつも伝わってくるような、そんなサービス精神あふれる方でした。去年77ということです。さあ、まあ、この方はすごく名曲多いんですけれども、今日は僕の好きな一曲、こちらね、ランディ・クロフォードの79年のローセクというアルバムがあるんですけれども、ここに収められておりますデクラレーション・オブ・ラブという、まあ、アラン・トゥーさん本人のバージョンでも有名ですけれども、今日はランディ・クロフォードのメローなボーカルを聴きながら彼を追悼したいと思います。これからお休みになる方、どうかメローな夢を見てくださいね。まだまだお仕事が続くという方、この番組が応援しているのはあなたです。次回は来週11月23日月曜夜11時にお会いしましょう。お相手は僕、松尾清でした。それではおやすみなさい。Trying to get along, it takes much love and even more understanding. So many little things can go wrong. We will disagree many times. That's just a little fact of life. But let's always know that weare more important than you or me, and we can keep it together in all kinds of weather, because whether things look cloudy or bright, we know it'll be alright if we see our love's guiding light. No sooner said thanBecome a